この動画は、ことぶきやガーリーエアフォースから入ったけど軍用機とかさっぱりわからん。え、あれ全部戦闘機なんじゃないの？って人向けの動画だよ。すでに十分な知識を持っていたり、あるかどうかもわからない航空機についてた国語で検索かけてるような人には向かないかもしれないぞ。それでもいいって人だけ見てってくれ、OK？言語が変わりまして皆さんおはこんばんに珍兵器。解説の株山さぎりだ。気軽にさぎりとでも呼んでくれ。令和一発目のおはこんぱんじゃんドラム。相槌を打つ方の須藤綾乃だよ。気軽に綾乃って呼んでね。さて、今回の動画では軍用機の種類と歴史について概説的に解説していくぞ。冒頭の通りごく基本的な内容になる予定だから、すでに知識を持ってる人は生温かい目で見ててね。第1回である今回では、軍用機の黎明期から第1次世界大戦終結頃までを扱うぞ。ちなみに第2回では戦艦機から第2次世界大戦まで、第3回では大戦終結後から現在までを扱う予定だよ。そして戦車の時の経験を活かし、今回は可能な限り参考にした文献を列挙しているぞ。ウォーペディアばっかりだけどね。一応おかしな点がないかはチェックしてるから、どうか許してほしい。あとウプ主の間違いについては指摘して全然構わないけど、参考文献と違うこと言ってる文献があるっていうのはさすがに勘弁してね。いや、ほんと、すべての文献を見た上で整合性をあれするのとか個人じゃ無理。そういう仕事をするのにウプ主を雇いたいって人がもしもいたらツイッターあたりでお声掛けください。そん時は真面目にやるそうです。あと、YouTube 戦だけど戦車の歴史編を見たい人は申し訳ないがニコニコで見てくれ。いやね、権利的にヤバいのが多すぎて YouTube に上げるのは怖いの、怖い。またはいつか作るリマスター版を待ってくれ。また軽率にそういうこと言う？では本題に戻ろう。おそらく最初に実用化された軍用機はこれだ。ワクワク。というわけで、気球だ。気球かい。2世紀から3世紀頃にかけて中国で熱気球の原型のようなものが軍事利用されたのが、人類が最初に気球、ひいては航空機を軍事利用した例らしい。古代の中国人ほんといろいろ発明してんな。ネジ以外は大体発明してるらしいぞ。もっともこの辺は実態がよくわからないので近代以降に限って話をすると、1794年6月26日にフランス陸軍が敵情を偵察するのに熱気球を使ったのが、航空機が軍事的に利用された最初の例と言えるはずだ。それでも220年以上前。19世紀になるとさらに広く使われるようになり、砲兵の弾着観測に使われたり空飛ぶものに櫓的な使い方をされていたらしいが、本題ではない上に沼なので割愛だ。割愛かい。ウォーペディアにカイトバルーンの日本語記事が来たら考える。英語記事はあるみたいだよ。ただでさえウプ主は物理が苦手なんだ。それが外国語になったらわかるわけないだろ。おう。ちなみに最初の対空砲は気球を叩き落とすためのものだったらしい。飛行機より対空砲の方が歴史が古いんだね。意外。もっとも気球の移動速度なんてたかが知れているので、飛行機登場後の対空砲と比べてしまうと、その、いい音でしょう？余裕の音だ。いろいろ違いますよ。また史上初の爆撃は、1849年に爆弾を積んだ無人の気球によって行われたそうだ。風船爆弾かな？強いて言うなら巡航ミサイルのご先祖様かな。この他にも降伏勧告のビラを巻くのにも使われたらしい。その辺は爆撃機のご先祖様って感じだね。ちなみに気球による爆撃だが、1899年のハーグ平和会議によって非合法とされてしまったようだ。あの会議で合法とされる兵器の方が少ないのでは？不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用することを禁止する項目が強すぎるのが悪い。ルールって厳しすぎると誰も守らなくなるから、ルールとしての用をなさなくなるんだよね。それな。さて、話を戻そう。そんな気球にエンジンをつけて動けるようにし、さらに大型化させることで誕生したのが飛行船だ。1900年代にはもう初の軍用飛行船が飛行していたらしい。あースチームパンクの音を。もっとも、ライト兄弟が有人の動力飛行に成功したのが1903年なので、飛行船の軍用機としての天下は気球ほど長続きはしなかったようだ。短い天下だったぜ。まあ細々と使われ続けはするから、その辺は後の回で軽く触れていくぞ。さて、飛行機はアメリカで生まれました。イギリスの発明じゃありません。我が国のオリジナルです。しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です。と言いたいところだが、その後の発展の舞台はヨーロッパへと移されるぞ。なんでや。アメリカでは血で血を洗う特許紛争が起こっちゃったからね、仕方ないね。ああ、うん。
そんなこんなでイルロンが発明されると、それまでのたわみ翼を使ったものより高度な旋回が確立されたんだ。だいたい1907年から1909年頃の話だな。なるほどわからん。簡単に言うと、今までは翼を引っ張って変形させることで機体を横転させ旋回していたのを、エルロンまたは補助翼と呼ばれる動翼を使うことで横転させることができるようになったんだ。たわみ翼は翼を変形させる関係で翼に強度や厚みを持たせることができなかったが、このエルロンによってその問題は解決できたぞ。エルロンだよ。飛行機を劇的に改善したすごいやつだよ。ついでだから他の動翼の仕事も説明しておくと、ラダーは方向だとも呼ばれ、垂直尾翼後部にある動翼だ。簡単に言うと機体の首振り運動を制御してる。一部の航空機設計者が親の仇のように嫌ってるやつだ。それな。エレベーターは昇降だとも呼ばれ、水平尾翼後部にある動翼だ。その名の通り機種の上げ下げ、引いては機体の上昇と下降を司っているぞ。ゲームとかで破壊されるとほぼ墜落確定になるやつだ。ああ、昇降だにも走行が欲しい。で、これらに加えて複数の動翼の機能を兼ね備えた動翼もあるが、基本的にカバン5の容量で名付けられてるだけだから割愛するぞ。エレベーターとエルロンでエレボンみたいな感じだよ。で、そんな感じに飛行機の動作を高度に制御できるようになったおかげで、この頃にはほぼ現代と同様に操縦桿で飛行機を操縦できるようになったようだ。技術の進歩が革命的進歩。ちなみに世界で初めて操縦桿で操縦されたのは、フランス製の REP-1 という飛行機らしい。どんなの？こんなの。これはまたエスプリの効いた見た目だ。黎明期としてはかなり頑張ってる方だと思うぞ。多分、きっと。で、1909年になると特許紛争をどうにかしたアメリカ陸軍が最初の実用的な軍用飛行機を受領し、それに続くようにフランス、ロシア、イギリス、イタリア、ドイツでも飛行機部隊が編成されたようだ。これ以降、軍用機という言葉は基本的に軍用の飛行機のことを指すようになり現在に至るぞ。重砲の登場以後、弓を射る時にもファイアっていっちゃう現象だ。伝わりがたいネタはやめるのだ。そして時は1911年、糸戦争においてイタリア軍は9機の飛行機と2機の飛行船を派遣し、飛行機による史上初の空襲を行ったぞ。またこの時使用された飛行機が、実戦で使われた初めての飛行機となったようだ。史上初の軍用飛行機の運用。意外、それはイタリア。やたら陸軍の頼りなさが強調されがちなイタリアだが、海軍や空軍は列強の名に恥じぬ実力があるからな。なんか特殊潜航艇の時も見た話してたね。ちなみに投下された爆弾は手榴弾だ。スイカやレンガじゃないだけマシだね。そんな爆弾も1912年からのバルカン戦争になるとブルガリア軍が22ポンド爆弾を開発し、本格的な都市爆撃に使用されるようになるぞ。爆発による被害はもちろんだけど、空から爆弾が降ってくるかもしれないって事実が与える心理的影響がやばそう。戦略爆撃の走りって感じだな。そして1914年、第一次世界大戦が勃発すると、軍用機はさらなる発展を遂げることになるぞ。戦争は変わった。実際めっちゃ変わった。飛行機に限らないけど、なんせ飛行機は気球や飛行船と比べると圧倒的に速いもんでな、それらが担っていた役割を代替するのに、そう時間はかからなかったぞ。速さは正義、はっきりわかんだね。特に重要視されたのは気球時代から脈々と続く航空偵察で、当初は書類を輸送する郵便機の役割を兼ねつつ偵察を行っていたらしい。電書場とかな？実際ハトカメラってやつもあって、ほんとなんでもあるな。人が思いつくことは大体試されてるってやつだな。この頃は非武装だったこともあり、戦場で遭遇してもお互い飛行機乗り同士だからと手を振り合ったりする微笑ましい光景が見られたものの、敵の航空偵察を妨害することの重要性が発覚すると早々に殺伐としていくぞ。悲しいけどこれ戦争なのよね。当初は防じぶり映画よろしく手近な工具を投げつけたり拳銃を撃ち合っていたりしたが、やがて猟銃や小銃が持ち込まれ、ドラムマガジンをつけた半自動小銃などを撃ち合ったりするようになり、最終的に機関銃が持ち込まれ、敵機の撃墜を専門とする戦闘機という機種が誕生することになるぞ。一次大戦中に半自動小銃なんてあったんだ。モンドラゴン M1908 半自動小銃だな。メキシコで設計されてスイスで製造されたぞ。それがなんで一次大戦中の航空機に、
これは完全に余談になるんだが、発注したメキシコくんが革命のせいで小銃の配備どころじゃなくなって、スイスに生産させておきながら購入をキャンセルするとかいう禁断のムーブをやらかしたんだ。ひでえことしやがる。こうして大量の不良在庫となったこの小銃をなんとかして売りさばこうとしたスイスが世界中に売り込みをかけた結果、ドイツ帝国が航空兵向けに購入して配備したんだ。捨てる紙あれば拾う紙あり。まあ飛行機が機関銃を積むようになるとドイツ帝国でもお役御免になり、海軍兵向けの2009火器に格下げされてしまうんだけどな。結局いらない子宣言か。ちなみついでに実は一次大戦中に少数ながらもフルオート射撃可能な自動小銃も配備されてたりするぞ。余談もいいところなので詳しくはフェドロフ M1916 やウィンチェスター M1907-17 で調べてくれ。参考文献のリンクからも飛べるようにしておくから活用してね。個人的にはバートン1917ライトマシンライフルも押したいぞ。はいはい、そろそろ話戻そうねー。そうだな。このままだと沼オブ沼の後部銃座の歴史の話にまでなりかねん。というわけで1915年には戦闘機というジャンルの軍用機が存在していたようだ。最初の戦闘機はどんなだったの？おそらく最初の戦闘機とされるのは、イギリスのビッカース、FD5 だろう。これは設計段階から攻撃用の機関銃を搭載した初の機体だったが、実質的には推進式プロペラの偵察機に前方銃座がついてる程度の代物だ。戦闘機と称する事実上の偵察機。初の本格的と言える戦闘機としては、フランスのモラームソルニエール、および改良型の N が挙げられるだろう。こいつは初めてプロペラの回転面を通して射撃を行う前方固定機関銃を備えていたんだ。へぇ。ってことはプロペラを撃ち抜かないための同調装置が、ないです。え？ないです。じゃあプロペラを撃ち抜いちゃったらどうするの？プロペラを走行化することで対策したぞ。強引すぎー。で、不時着し路獲されたこいつを参考にドイツが開発したのがこれ。フォッカー、アインデッカーだ。ってことは、こいつもプロペラ同調装置は、ある。え？ある。やった、やっぱりドイツの科学は世界一。まあ同調装置を発明したのはスイス人だし、改良したフォッカーはオランダ人だけどな。運用したのはドイツだから。というわけで、世界初のプロペラ同調機銃を備えたこの戦闘機は猛威を振るい、フォッカーの懲罰という言葉が生み出されるほどだったぞ。そんなに、とはいうものの配備数はそこまで多くはなかったこと、それにアインデッカー本体の性能が平凡だったことも重なり、実際の連合軍側の被害は割と限定的だったようだ。なんかティガー恐怖症に近いものを感じる。敵の強力な新兵器なんて怖い要素しかないからね、仕方ないね。そのせいでたまに存在しない兵器にビビって変なもの作ったりするもんね。一方迎え撃つイギリスでは、プロペラを推進式にすることで同調装置なしで機式銃の搭載に成功したぞ。さっきの FB5 でも似たようなことしてたもんね。このように連合軍側も新型戦闘機を導入したため、1916年頃にはフォッカーの懲罰は終わりを迎えたようだ。新兵器の開発レースはいたちごっこ。みんな知ってるね。ちなみに1918年にはドイツが新型のフォッカー D7 を開発し、短期間ながらフォッカーの懲罰が再現されることになるぞ。歴史は縁を踏むんやな。あまりに驚異的だったもんだから一次大戦の休戦協定の条件に同戦闘機をすべて戦勝国側に引き渡すこと、という要求が盛り込まれたんだそうな。やべえ。そんな戦闘機の開発と並行して爆撃機の開発も進んでいたぞ。兵器ジャンルの誕生は同時多発的、はっきりわかんだね。これらはもともと塹壕戦が繰り広げられ膠着した西部前線で、事態を打開しようと偵察のついでにレンガなどの重量物や手榴弾、砲弾を改造した即席の爆弾などを投下したことが始まりのようだ。当然なんかもこの時期かな。これを発展させる形で飛行機や飛行船による爆撃も逐次試みられるようになり、1914年にはドイツ軍によるパリ爆撃が行われ、その後もツェッペリン飛行船による爆撃が散発的に実行されたようだ。となるとランケンダートが開発された頃だね。また東部戦線のロシア帝国軍においても、世界で初めて量産された4発爆撃機であるイリアー、ムーロメツを使用する爆撃部隊が1915年に初の実戦参加を行ったぞ。この機体は当時としては破格の合計 800kg もの爆弾を搭載可能で、自衛用2級強の機銃を備え、エンジンは 5mm の装甲板で守られるなど、かなり先進的な作りだったぞ。この時点ですでに二次大戦型の爆撃機が持ってる要素をそこそこ備えてる感じだね。まあさすがにまだ服用だけどな。両翼。そして1917年にはドイツ軍のゴータ爆撃機によるロンドンへの爆撃が行われるぞ。
それも中間爆撃だ。昼間なのが大事なの？それまでは爆撃を行う飛行船が鈍足だったもんでな、対空砲や迎撃機による被害を減らすために夜間爆撃が基本だったんだ。へえ。なのでイギリスの市民は飛行船による夜間爆撃には慣れていたものの、昼間爆撃への危機感が薄く、対比行動などを取らなかったため被害が拡大してしまったらしい。やっぱり爆風に対しては伏せたり隠れたりしないとね。ついでに耳を塞いで口も開けとくといいぞ。また軍の方でも新型爆撃機への迎撃体制は不十分で、当時の戦闘機では豪華爆撃機が飛行する上空までたどり着けなかったりしたそうだ。なんかうちの国でも似たようなことがあったような。歴史は縁を踏むからな。こうして爆撃機という機種および空襲という概念も確立されたわけだ。ついでに戦略爆撃の敵の銃を破壊して戦争の継続能力を減衰させるって理論も成立しちゃうわけだね。総力戦の飛んだ落とし子だな。ちなみにイギリス側もやられっぱなしだったわけではなく、1918年にハンドレページ O400 を配備すると、ドイツ本土への爆撃を行うようになるぞ。爆撃の応酬が始まる、応酬で。冗談でもなんでもないんだよな。その爆撃合戦も昼間に行われたの？戦闘機の性能が上がってくると再び被害が目立つようになり、敵に夜間爆撃に切り替わるぞ。もっともそっちはそっちで事故が多かったようだがな。まあ、まだ景気が発達してないもんね。こうして、当初は単一の航空機が行っていた偵察、爆撃、敵機の破壊という役割が、それぞれに特化した偵察機、爆撃機、戦闘機に割り振られるようになっていったわけだ。で、この後その分類からさらに細分化されるんでしょう？それな、それな。みんな系統分類大好きだもんね。ウプ主は赤点スレスレだったけどな。そして一次大戦の終わりには、ドイツで世界初の全金属製飛行機が開発されたぞ。全金属製飛行機はドイツで生まれました。アメリカの発明じゃありません。我が国のオリジナルです。しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です。それがこのユンカース、F-13 だ。こいつは当時としては非常に先進的な型持ち式の単葉機だったぞ。なるほどわからん。主翼が1枚だから単葉機で、針線や外部支持下を持たず桁で主翼を支えているから型持ち式だ。違う、そうじゃない。まあ簡単に言うと、現代まで通じる飛行機のスタンダードな形状が登場したってことだ。そうなのか。もっともこの機体は旅客機であり、軍用機としての運用はごく限られたものだから割愛するぞ。割愛多くない？こんだけ割愛してこの分量なんだ、察しろ。あ、はい。さて、今回はここまで。初期の分量機の歴史、いかがだったかな？まだ3分の1なのにこの分量って収集つくのかなこれ。わからん、ウプ主8本のプランだ。全力で無計画。では、また次回の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。I may believe, but all in